先輩、おはようございます。よう。でな、こいつその時なんて言うたと思う？それ以上言わんといて。なあ、ひどい話やろ。そんなことないよね、ね先輩。聞いてなかったんですか？よかった。なあヒロシ、こんなやつに気遣う必要ないで、バシッと言ってやれ。よかった。もう師匠はいらんこと言わんといてください。しゃあないな、もう一回最初から。聞くことないです、アホが映ります。っていうか師匠、今日日直ちゃうんですか？あ、すまん、先行く。やば、まったく。はい。どこをどうやった味方したらそういうことになるんですか？断じてないです、誓ってないです。私はもっとクールな人がタイプなんです。それをあんな、それにですね、これ私が言ったって秘密ですよ。みずきちゃんってば、師匠のこと好きなんです。マジです。多分知ってると思います。でも表だって言ってるわけちゃうし、師匠だって気づいてへんし、だから本人たちには黙っててくださいね。
さよなら。おはよう。私の部屋はあの辺。おばあちゃんの家がそこ。
家を出た私の身元引き受け人で、私のたった一人の味方。同棲中、見たい？可愛いでしょ。レイ。ごめん、もう帰る。さよなら。もうこんな時間。じゃあ今日のラストはこれ。たまには自分の歌でも。忘れちゃったら困るからね。
宮本はさ、兄弟って好き？私はね、大嫌い。大好きやったから、大嫌い。ごめん、わけわからへんね。師匠はね、補習。あれは日頃の行いだよね。ダリモちゃん、そんなに笑うと悪いよ。ごめんごめん、秀一先輩は探したけど見つからなかったよ。水木。
このまま病院に連れていくからな。お兄ちゃん、先輩ごめんなさい。マリモちゃんもすまんかったな。先輩、みずきちゃんお願いします。よかった、今日の発作もそんなにひどくなかったし、今日中には帰れると思う。まあここにいてても仕方ないですし、帰りましょうか。何を言い出すかと思えば、そうだな、まだまだわからないけれども、とりあえず当面の目標はそうありたいって思ってる。なんだ、そんなことが聞きたかったのか。で、心臓病？なんでまたそんな。って言ってもさ、心臓病にもいろいろ種類はあるんだぜ。そう、狭心症や各種心筋症だろ。心筋梗塞だってある。それこそ名前を挙げるだけでも相当な数だ。総称として心臓病って呼ばれてはいるけど、症状は様々さ。あまり話が見えてこないが、何か心配事があるみたいだな。まあそりゃ心臓が止まれば基本的に人間は死んじゃうんだけどね。とはいえ、心臓医療の技術は上がってきているし、生存率も高い。割とポピュラーな病気になってるね。まだ医者じゃないし、いい加減なことは言えないけど、さっき言った通り、医療技術は進んでいるし、治らない病気じゃない。だから心配するなとは言わないが、学校に来てるんだろ、その友達。あまり過剰に反応して気を使いすぎるなよ。大丈夫さ。
なんだイロシ、テレビなんか見てないで勉強したらどうなんだ。宿題とかあるだろう。ほら、達彦も兄らしく勉強を教えてあげなさい。ヒロシ。ん？おい、お前親に向かってうるさいとはなんだ。ヒロシ、ろくに勉強もせんと成績は落ちっぱなしだ。ヒロシ、そのくせお前は親に対してその態度は一体どういうことだ。親父、そういう言い方はやめてくれ。達彦、そうやって焦らせてもいいことなんてない。じゃあ達彦、弟の面倒はお前が責任を持ってちゃんと見てやるよ。ヒロシ。お前言ってるそばから、ほらヒロシ、勉強するんじゃないのか。おはよう。ごめんなさい。うん、今日ちょっと寝過ごして、お姉ちゃんが目覚まし止めちゃってて。言うてませんでしたっけ、今私とお姉ちゃん2人で暮らしてます。両親2人とも海外に出張中ですから。私低血圧やから。だから今日お姉ちゃんノーメイクやね。こんなこと言ってたっていうのは言わんといてね、お姉ちゃんに怒られるから。ところで宮本くんはもうこっちになれました？そう、ならよかったね。けど、私が転校生やったら宮本くんみたいにすぐなれるかな。